東作氏とは、正木きてが調査、著述、編集を行った、みまさ国東部の実施。作用氏が扱わなかった、東部六軍を扱う。作用氏が、戸間南軍、とま、西堀、久米の軍南軍、久米の軍北、軍、大場軍、真島軍の、各軍ごとに、県有、山川、神社、寺院、戸籍を漢文で載せるのに対し、東作詩は、 東南条軍、東北条軍、勝南軍、小北軍、田軍、吉野軍の各軍の各村ごとに、それらを和漢根高文で記載する。有単位の記載になったことで、より細かなことが記されている。元禄二年、森厚山藩が老、長尾勝脇の主導により、三正坂全体の地死作成が企画され、西部の戸間南軍、戸間、西郷、久米野軍、 大場軍、真島軍を、河村宗博氏に、東部の戸間北軍、戸間東軍、勝田軍、相田軍、吉野軍を、川越元蔵に担当させた。河村宗博氏は、作業を完成させるが、川越元蔵は、作業を完成することなく、走行を焼却してしまい、結果元六四年に、西部五軍のみを扱った、作用詞として成立する。元六十年、 森市津山藩は、廃藩となり、三正は小藩に分割されたため、以後公式に致死を作成しようとする動きはなかった。完成3年、軍学史役として、松平市津山藩に雇われた、正木輝夫は、文化9年より、個人事業として、当時他藩や天領となっていた三正東部を回って、伝承、資料の収集に努め、文化12年に、一旦、 東作史を書き上げる。正木はその後も、文政元年まで調査を続け、文政6年の死の直前まで返帳を行っていたと見られる。真さきてるおの死後、東作史は津山藩に献上されたが、復社活用されることなく死蔵されてしまう。下永4年、江戸判定で受、樹官小国政刑が死蔵されていた、東作史を発見。 結婚三日があったため修復して編集し直し、これが現在伝わる、盗作誌の元となっている。当時の津山藩は、正木の活動にご内容として補助金を支給していたが、あくまで、盗作誌は、正木の個人事業であり、費用の多くは自弁で公的許可もなかった。そのため、正木は、海損時の多量調査を、先行と称している。ありがとうございます。